マイクロックウッドは、かつて、クラッシュホーリー等のリングネームで活動した、プロレスラー。カリフォルニア州アナハイム出身。1996年プロレスデビュー。カリフォルニア地区のインディ団体活動後、1999年2月に WWF と契約し、その後は、株組織でトレーニングを続けた。8月にハードコアホーリーのいとこというギミックでデビュー。 小柄であるが自らをスーパーヘビー級と称し、入場時には体重計を担ぎ歩き400ポンド以上でなきゃ、戦わないと大口を叩くエゴ系キャラクターであった。10月にはハードコアホーリーとのタッグでザ・ロック・アンド・マンカインドから世界タッグ王座を奪取している。また、ハードコア王者を獲得した際に24時間365日、 いつでもどこでも誰でも相手になってやると発言したことがきっかけとなり24時間ルールが WWE に採用され空港やショッピングセンターコインランドリーなど場所を問わず46時中挑戦車に追い回されることとなる2000年10月にはモーリー・ホーリーと行動を共にしテスト、アルバート、トリッシュ・ストラタスのユニット T&A と構想12月には モーリー・ホーリーの援護もありウィリアム・リーガルからヨーロピアン・オーザを奪取するがその2日後にリーガルに奪われている。以降はハードコア・ホーリーと共にタック戦線やハードコア戦線で活動した。2002年のブランド分割により RAW の所属となるが後にスマックダウンへと活動の場を移す。スマックダウンでは主にクルーザー級総専門での活動となった。 マット・ハーディがカリスマ・ギミックに転身すると、シャノン・ムーアと共に、MFR となり、マットの試合には必ずと言っていいほどシャノンと共に、セコンドにつき、レフェリーの資格で商材区や介入をするヒールを演じた。2003年6月に WWE との契約が、キレ対談。対談後は、TN や MD 団体に参戦していた。同年11月6日、スティーブン・リチャーズ宅で行われた。 ホームパーティーでオートブツを喉に詰まらせ死去した。リング上でのキャラクター同様、憎めない人柄から多くのレスラーに悲しまれ、レイベンはツイートとして、体にクラッシュ、とマイクのリングネームのペイントを施して試合に出場した。WWE、ありがとうございます。